どうも、こんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目の質問は、最近、リールや投稿で、レディーを、レディース着る男子みたいな界隈インスタグラマー。なんだ、このインスタグラマー。レディース着る男子みたいな界隈インスタグラマー。ほう、というのがいるのかが流れてくるんですが、レディースでないと買えないデザインの洋服ではなく、メンズで普通に買えるシンプルな格好をしています。身長あなのにレディースで全部買う理由は何でしょうインスタグラマーとしての不加価値づけなのでしょうか ああ、なるほどね。まあ確かに、その、これレディースです。はい。あの、なんかあるじゃん、最近。あのー、すいません、すいません、おしゃれだと思って、みたいな、あの、くだらないやつ。あれでさ、レディースです、レディースです、レディースですとか言われたら、だからもう別にいいよって、別にレディースかメンズかとか聞いてねえよって思うけど、まあ確かにそれわかるよ。その気持ちはわかるけど、まあレディースのね、こうアイテムの方が、シルエット的なところは、 結構こうメンズとはやっぱ明確に違うというか、例えばパンツで言うと、まあ、例えばお尻のデザインとかね、よりこうやっぱ女性のお尻をこうスッキリ見せるように作られてたりとか、また、あ、髪のところとかも違かったりとかするし、ウエストの作りとかも、やっぱ女性だからウエストを少しでもこう細く、高く見せようとカッティングされてたりとか、やっぱいいものというか、こだわったものになってくればなってくるほど、そういうところって明確に違うのね。 まあ僕はその、ウィメンズのプレータみたいなのも、ラグジャリーの時専門でやってたことがあるから、まあなんとなくわかるんだけど、やっぱメンズのプレータはね、まあどっちもあってさ、メンズ見た時と、ウィメンズ見た時だと、まあウィメンズのが明らかに高いし、まずね、そもそも。例えばバレンティノとかさ、ディオールとかもそうじゃん。あの、メンズとウィメンズ比べると圧倒的にウィメンズが高いんだけど、まああれね、なんでかっていうと、やっぱよりね、成功に作られてるんだよね。本当に体のいろんなところ考えて、 作ってるから。まあだからそういうので考えると、まあレディースのね、そのウィメンズの服っていうのを、こう、着たいというか、自分にこう、体の知る手が綺麗に出るのが好きだとか、まあそういうので選択するのは、まあ分からなくはないかなっていうところなんですけど、どうでしょううん、まあその、実際にね、投稿の仕方とか、そのリールの内容というか、結局こう、見せ方によるところは、 あると思うのね。それをそうあんまり感じさせないくらいの、こう見せ方とかだったらみんな納得するけど、なんかそのレディースですみたいなのがすごい押し出されてると、何なんだって思われるのはまあわかるけど、まあ実際にその真面目に服の作りみたいなところで考えると、やっぱ元々のそのパーツ数みたいなのも、ウィメンズの服の方がものすごく多いから、やっぱそういうところでこう体にこうすごく合わせてっていうのまで考えてる可能性もゼロではないっていう、 話です。はい。僕はこの投稿とかを見たことがないというか分からないので、イメージでしかないですけど。まあ、そこまで考えてる可能性もあるよっていうところじゃないですか。はい。次。えー、プリンスターは旅行などで履くと言ってましたが、旅行行って結構歩くと思うので、すり減りが気になりませんか僕は気にしてしまい、極端ですが、近所のコンビニ行くときしか履けない症候群になりました。あー、まあでも履くために買ってるので、僕はね。で、普段プリンスターは、まあ、 普段も履かなくないんだけど、作業するときに適当にカフェ行くとか時きに履いてたりとかもするし、まあなんとなく外出るときに履いていこうとかと思って履くこともあるし、まあ、旅行とかはやっぱ楽じゃん。脱ぎがね、こう着脱が楽な方が絶対いいから、結構履くんだけど、まあ裏張りしてるので、別に裏張りがそんな旅行で全部削れるってことってないじゃん。 だからまあ、ある程度旅行とか使ったり、1年使ったりとかして削れてきたら、また新しいの貼ってとかって、全然できるから、裏張りすれば、これは全部解決できるじゃないっては、僕は思うけどね。あのね、こういうのわかんなくないのよ。 そう。わかんなくない。僕もそういう時代あったから気にしてっていうね。で、ラジオとかでもちょこちょこ言ってるけど、結局ね、そういうのがなんかこう気になって、自分の中でこう、なんか別にデイリーにって別に毎日使えたわけじゃないけど、なんかこう、日常的に出かけたりするときとかに全然結局履けない。結局怖くてもうコンビニ行くようになっちゃってるってなると、まあある意味ラグジュアリーな使い方ではあるんだけど、 それね、自分に合ってないっていうことないよ。だから、若いうちって、なんか、それでもこう履いてたりするのがかっこいいと思うけど、なんか僕ぐらいのね、こう20代後半ぐらいになってくると、 よりこう自分に合った使い方をする方が、こう何も考えずにナチュラルに。だから、いいものを着て、シワとか嫌だったし、なんかこうスラックスとか曲げんのもね、シワ入んのも嫌だったけど、まあなんか今考えると、なんかあれはすごくこう無理してたというか、だったらこうデイリーに、まあ別にシワ入っても、なんかこう、そういう場を楽しむとか、なんかこう、ブリンスタウンがすり減ったとしても、まあ楽だし、履いてて気分上がるから旅行で履いちゃおうとか、まあ別に裏張りすればいいわ、みたいな。なんかそれぐらいの方が、 多分ね、うん、まあ、徐々に大人になってくるとそういうのも出てくるのかな。多分まだ若いと思うんだけど、うん、では、思う。うん。僕もまあそんな時期はあったよ。うん。まあ、コンビニに行くときに実際に履いたりもしてるけど、でも全然遠くで歩くとき、まあ、疲れるけどね。プリンスなので長距離歩くのちょっとめんどくさいというか、疲れたりするとこあるんだけど、まあ、例えば車で移動するとか、その時とか楽だし、全然履く。うん、履いた方がいいと思う。結局履くものだし、うん、では、思うね。はい、次。 次、予算15だとして、14万のアイテム欲しいと3を買うか、7万のアイテムを2つ買うか、計算ならどちらを選べますか、アイテムにもよると思うのですが、よろしくお願いします。アイテムにもよるって言われちゃうと、これ相当難しいのよ。もうアイテムによるよねっていう話しか、正直できないんだけど、まあ、自分のその中でメインとなるものを、 こう考えて予算15を準備してるんだったら、僕はその14万、まあ、14万というか、まあ、15万の、え一、ー、つにするかなって思う。まあ、なんか、なんとなく、なんか服が欲しくてみたいなので見てて、まあ、15万のもの、あこれもいいな。でもまあ7万のこっちのもいいし、こっちだったら今これとこれで2つ買えるんだ、あそっちの方がいいかもって思う時も、もちろんアイテムとか、そのまぁ、あ、探してるいわゆる熱意みたいな、 ところでさこうあんまりなんていうのこうメインでこれだっていうのじゃなくてなんとなく見てた時なんかはあると思うんだけどもうでもなんか、まあ、例えば今立ち上がってるこう春夏でさメインでこれがみたいなものがあるんだったらそれは妥協せずにまあ予算もしかも自分であるんだったらそれを一つ買った方がいいんじゃないかなっていうのは思うだからそのアイテムを探してるこう熱量というか そんなものにもよるんじゃないまあ、あと、もしこの方が若ければ、ま、あその、なんて言うかな、7万とかの買い物をすること、ま、あ2つで重要にはなるけど、単品で7を買うことって、ちょこちょこできると思うのよ。まあ、ある程度バイトをしてればっていう過程で話すとね。けど、15を買うって、 結構バイトしてても、例えば1ヶ月で15は稼げなかったりするから、結局2ヶ月かかったりとか、何か1個手放さなきゃとか、まあ、そういうなんか、プラスアルファの時間とかが結構必要でさ、難しかったりするじゃん。学生の頃15万、20万のものを1着買うってね。そうだから逆にそういうのが準備できてるタイミングなんだったら、ある意味そういう値段帯にチャレンジしてしまうっていうのも、若いうちとかだったらありかなっていうのは、 思うね。これがまあ、月に1回とかぐらいは、これぐらいの金額のものを買えるっていうような、ある程度の大人とかだったら、まあ別にどっちでもね、まあ悪くないのかなって思うけど、学生の頃ってその値段にエントリーできることが、なかなか機会として少なかったりするから、まあって思うかな。うん、僕だったらその、14のこの星3を買うかなっていうところですね。ただアイテムによるって言われると、本当アイテムによる。はい。 次、新卒でファストファッションのウィメンズメイン展開の店舗で働くのですが、いずれラグジュアリーで働きたい。でもファストファッションからラグジュアリーに転職するのでだいぶ難しいでしょうかまたこれだけはやっておけとかあったら知りたいです。うん、難しいか難しくないかっていうのは、本当ね、人によるというか、これで難しいです。無理ですとも言えないし、簡単ですとも言えないし。 ただまあ、業態がね、結構違うものとして見られる。まあ、販売だし、ファッション業界だしっていう共通点もあるんだけど、ラグジュアリーとファストファッションっていうのは、やってることが全く違うし、取り扱ってるもの、 来るお客さんの、例えば要求とかそういうところも全く違うので、あんまりこう接客のスキルとか、販売でどうのこうのみたいな、例えば数字残したとか、そんなものはあんまり多分中東の面接では当てにならないと思うので、まあ、どちらかというと、なんだろうな、そのチームとして貢献できたもの、自分がこういうような、例えば店舗をなんかリーダーみたいな役職ついて、こんな風に回してたとか、 公愛育成とかこういうところに関わってたとか、まあわかんないけど、企画会議みたいなのに参加して、こういうのを発案して、こんなことをやってたとか、なんかその、なんていうかな、この質問者のそのパーソナルなスキルみたいな、なんかそういうところ、店舗にどう貢献したかみたいな、こういうのが強みとしてあれば、まあ別にいけなくはないんじゃないかなっていうのは思うけど、だからやっておけで言うと、うん、まあそういうところ、なんかその接客のスキルとか、まあラグジャリーを本当に志すんだったら、 接客のスキルとか、そういうのもまあ、それはそうなんだけど、まあ、ファストモーションだと接客も、 限界があるというかさ、お客さんがそこまで求めてなかったりするから、こんな風に合わせてこんな風にとかっていうこともあんまりできないだろうし、その顧客サービスみたいなのもさ、そこまですごく充実してるわけではないだろうから、そもそも限界があるから、まあそのチームでね、その例えば、例えば仮にユニクロで働くんだとしたら、そのユニクロ何々店の何十名のスタッフの中で、自分がそのどういうポジションで店に貢献するかみたいな、なんかそんなことを意識するといいのかなとは思うけど、けど、新卒のうちからそんなこと考えなくていいと思う。 うん、あの、多分疲れちゃうし、そう、診察の時は、単純に、与えられた仕事とかを、一年目はね、与えられた仕事を、えー、まずは、こう100、100%でやれるようにとか、なんか、そんなことでいいんですよ。考えることはね、そう、なんかその、これから将来どうのこうのとか、こんなスキルを身につけないととか、無理に考える必要なんかも、間違いなくなくって、 結局転職するってなると最低でも多分2、3年、まあ3年くらいかなは働いて、まあそこでちゃんと経験を積んだっていう証拠を残して転職することになると思うんで、まあ2、3年目くらいからでいいんじゃないそんなこと考えるのは。1年目はもうあの、純粋になんか仕事とプライベートのバランスとか、そういうのをこううまくこう保つみたいなのを考えてればいいと思う。うん。そんな感じ。新卒の頃からそんな何か考えてとかは別にやんなくていいんじゃないかなって思ってます。はい。次。 えー、古着屋よりもメルカリの方が効率よくいいものと出会える感じがします。ああ、なるほどね。寂しいね。こういう意見は、ファッションの世界に効率。うん、まあ今っぽいね。この質問ね。その、いわゆる何、何タイ、タイパっていうの。タイムパフォーマンスみたいな。 なんか最近テレビとかでもちょこちょこ見かけたりするけど、ま、いわゆる効率性っていうところですよね。あの、映画とかもさ、その、何最後の、いわゆるネタバレみたいなのを全部見てから、それを知った上で見に行ったりとか、ま、1.5倍速で見たりとか、今そういう本当時間とかの使い方がいろいろ変わってるし、古着屋なんかさ、その、何ていうの知らないところとかに行って、いろんなもの見て、たまたまそこから見つけたものとかが、 面白いわけじゃん。ちょっと宝探しじゃないけど、そこに価値があるでしょまあ、そこだけじゃないんだけど、そこも面白いポイントじゃん。いわゆるだから、ね、ラグジュアリーとかそういうブランドのお店だと、まあ、ある程度決まったのしかない。もちろん発見はあるけど、ある程度決まったのがあるから、量産されてるものがね、まあ、もちろんあ、中には1点しかない、2点しかないとかあるけど、でもそんなもんだから、それが古着屋では全部1点物で、 しかも、週によって、日によって入荷物が違くってね、入荷してくるものが。しかも、状態も店舗によって違う。値段も店舗によって違う。みたいな。その宝探しみたいなのが、最高に面白い。効率悪いことが面白くって、みんなこう回ったりとかさ、好きでやってると思うから、効率良くっていうのは、僕はこのファッションの世界で言うと、嫌いな言葉ですね。 はい。そんなことを言っていいのか分かんないけど、この質問に対して。まあ確かにメルカリの方がそうだと思うよ。だってピンポイントで探せるわけだから、何十年代リーバイスって言って、例えばなんか新品未使用とか入れれば出てくるから、それはそれなんだけど、まあそこにその、なんていうの、こう、プラスアルファされる、僕が言うそのストーリー的なところが、やっぱ欠けちゃうので、まあ僕はそういうところでは買い物しないというか、うん、効率性みたいなのはあんまり求めないかなっていうところ、寂しいね。 あまあ今っぽいっちゃ今っぽいんだけど、なんか僕、僕そのだからギリギリ世代なんですよ、多分その、なんていうかな、雑誌みたいなのも半分知ってるし、デジタルも、うん、その生まれた時というか、まあある程度インスタグラムというかも認知されてきたみたいな時代も知ってるから、なんかその半々くらいなんだけど、そうなんか思うね、こういう効率性というか、そんなことを言われてしまうと、うん、まあちょっと寂しいなっていう感じ。じゃあ今日はこんなところにしようかな。はい。皆さんぜひコメントください。バイバイ。